五両駅は、京都府京都市山市区五両原西町にある、京都市交通局、京阪電気鉄道の駅。駅番号は、T08。京都市 A 地下鉄東西線と、京阪京神線の2路線が乗り入れる。京都市交通局と京阪電気鉄道の、共同使用駅で、京都市交通局が管轄している。かつては、京神線の中間駅だったが、1997年の、 地下鉄東西線開業及び京新線の京新三条駅、東駅間廃止、駅の地下下化により現在の形となった。地下鉄東西線開通前は、京阪電気鉄道単独の地上駅として五両、日の丘の二駅があり、現在の五両駅はそれを統合した駅である。駅施設は、第三セクターである京都高速鉄道株式会社が建設した。 京阪京新線との接続のため、四線シールド工法という技法で工事が行われた。駅の西側は、伏線断面トンネルであり、上下線別の単線トンネルを通じ地下2.3階の駅ホームに分岐器を介して接続する。上下線のいずれとも北側が、大津方面、南側が六地蔵方面になっているが単純に、Y 字上に分岐しているわけではなく、 駅の東側で、京進線は上下線束ねられ、掘り割り構造の伏線傾斜路を伝い地上へ抜ける。一方で、地下鉄線は地上に出た京進線の下をくぐって、北側にで、東海道本線、京阪線と、ほぼ直行する形で、京阪線を再度くぐって、山品駅へ向かう。道路、軌道時期下の狭い空間でこれらの配線の処理を行うため、 4本の単線シールドトンネルはそれぞれ上下左右に屈曲する複雑な立体構造になっている。駅の位置は旧五両駅と日野岡駅の中間に位置している。そのため、両駅の利用者への利便性に配慮するために地下鉄構内への出入り口を旧五両駅側と日野岡駅側に2カ所ずつ設けている。出入り口から駅中央に1カ所ある改札までは、 地下の通路を歩く必要がある。1997年10月11日まで、京進線の五両駅は地上に設置されていた。京進線の部分廃止及び地下鉄東西線への乗り入れ開始に伴って廃止となった。停車する電車はいずれも二両編成の普通列車と、準急の二種であり、急行も1981年に廃止されるまで停車していた。 準急は当駅京神三条間はノンストップで運転されていた。地形の問題もありホームは完全な対面式ではなく、踏切を挟んで線路の北側と南側とで対角線上に設置されていた。線路の北側のホームは、踏切から京阪山品、篠宮駅より、線路の南側のホームは、踏切から京神三条駅よりにあった。また、それぞれのホーム入り口には、 券売機が一台設置されていた。現在は駅施設はすべて撤去され、駅跡付近から旧五両不動踏切までの区間は遊歩道として整備されている。地下2階プラットホームから地下3階プラットホームを望む京阪京神線の接続駅で、地下2層が西行き、地下3層が東行きのホームである。ホームはどちらも他の東西線の駅と同様、一面2線の 島式ホームでホームドアが設置されている。2.4番乗り場はホームの有効長は6両分であるが、ホームドアは4両分のみ設けられている。東西線の駅は駅ごとにステーションカラーが制定されており、5両駅のステーションカラーは気境色である。奇数番線が6地増方面発着の列車用、偶数番線が京神線乗り入れ列車用となっている。 花火大会開催時などに、五両ビワコ浜・大津間の臨時列車が運転される時には、2番、乗り場から折り返し運転の琵琶湖浜・大津駅が、発車する。当駅は、京阪電気鉄道で唯一、駅ナンバリングの対象外となっており、京神線含め大津線の案内では、地下鉄東西線の駅番号のみを用いており、京阪仕様の駅番号などの表記はされていない。また、 当駅における4番乗り場の駅名表についても、京阪山品方の駅番号は未表記となっている。駅東側で京新線は掘割構造の伏線傾斜路から地上に出る。通常同期はトンネル内に流れ込んだ雨水は、トンネル入り口部には時間あたり70ミリの豪雨に対応できる、排水量毎分4.8トンのポンプでトンネル外に排水される。また、 トンネル内の湧水対策として、地下水は地下30メートルのポンプ室に集められ、毎分1.8トンの排水能力があるポンプで、組み上げられ排水される。しかし2013年9月16日の台風18号の、襲来時、山品区を流れる安城寺川が五両駅から1.5キロメートル、離れた田山橋付近から一水し、線路直伝に大量の泥水が、 京半京新線からの乗り入れ口から侵入。両方の排水ポンプ能力を上回る泥水がトンネル内に流れ込み、五両東中間ポンプ所内の動力制御盤が冠水停電し所内の全ポンプが停止。トンネル内の排水が不能になった。その結果五両駅東の単線トンネルが上下線4本とも約600メートルにわたり冠水し、五両駅構内においても、 地下3階の浜大津、6時増域の線路が80センチメートルも浸水。信号設備等トンネル内のすべての設備の水没により列車が運行できなくなった。復旧のため消防や民間から30台のポンプをかき集めて溜まった泥水を排水し、9月19日夜に運行を再開した。なお京進線の乗り入れは、大谷駅大城栄町駅近傍の土砂。 撤去作業のため9月29日夕方にずれ込んだ。流入した雨水は水計で15,600トンとされている。京都市交通局と京阪電気鉄道は、緊急対策として、土の安城寺川の先土直流入箇所と地下への侵入口とに配備し、五両東中間ポンプ所には仮設ポンプを増設し、毎分3.16トンに増強した。 また、ポンプ所の浸水への抜本的対策として、排水ポンプ制御盤の地上への移動を、同年12月18日に完了した。また、京判と地上からトンネルへと流入する雨水防止策について、議論したいとし、京判は安城寺川に近い地点に、止水扉を設置することとなり、また河川氾濫の根本対策の一環として、京都府において安城寺川の堆積土砂の除去を、 行った。近年の1日平均乗降乗車人員推移は、下表の通りである。2番出入り口横のビ琶湖ソ水蓮が工場後、石碑本来存在していたはずのレリーフが剥がれている。駅は、山品盆地の北西に位置し、三条通りの地下にある。三条通りはここから北西に進んで、東山を越え、旧東海道の起点、三条大橋に至る。 周囲は主に住宅地。五両という地名は、駅の東300メートルほどにある、展示天皇山品両に由来する。また、住宅地北側の山麓を、琵琶湖疎水が通る、京阪バス比の丘停留所五両停留所。ありがとうございます。